Hi. So, hi there. My name is Lucky. Don't call me Yukiko. Anyways, I'm originally from Osaka. Moved to Tokyo to study law at university and have lived in Kichijoji ever since. So I would describe as myself outgoing city girl who loves speaking with people. Besides improving my English as well as much as possible, my goal this month was also to meet Canadians and make friends along the way. Among the people I met this month, I'd now like to share how I met Carrie and the importance to of deeper connection with people. どうやってキャリーと会ったかというと、授業が終わってちょっと疲れたなと思って CSI カフェに来ました。で座っていてなんか後ろから声がちょっと聞こえてきたんですけど、なんかみんなでテーブルで囲んで何かを話していて、私は聞き耳を立てていました、リスニングの代わりに。でその会話が終わって一人の女性に何話してたのって声かけました。そうすると彼女は CSI カフェのボランティアを、CSI カフェのその会話の内容は CSI のボランティア活動についてでした。でここの、ボランティア活動受付を1日すると、ここの2階から上のオフィスを、1週間無料で借りられます。なので彼女は25日、ここで受付のボランティアをして半年上のオフィスを借ります。それで、彼女はどういう仕事を上のオフィスでするのかすごく興味があったので、何の仕事をするのって聞いたら、彼女は心理学科卒業でカナダのカウンセリング料金が高いことについて疑問を抱いていました。もしカウンセリングを1時間カナダで受けるといくらかかると思いますか？ちはる、わかんない、ゆきさん、わかんない、答えは1時間2万5000円です。ですごい高いですよね。で高いので、彼女はもっと気軽にカウンセリングを受けられるようなシステム作りをその上のオフィスで考えています。そうすればたくさん悩みを抱えている人たちがもっと気軽に相談できるからです。会話を通して私たちの共通点が分かりました。私たちは旅行と 100% のオーガニックコスメが好きです。でケリーは、ケリーにおすすめのコスメを聞いたら、この CSI カフェで話した後にこの近くに連れ出してくれました。で彼女の、おすすめのお店と、彼女のおすすめのコスメと、で私のためにそのカナダのおいしい食べ物を紹介してくれました。でその日は彼女と 2,3 時間ぐらい一緒に時間を過ごしました。でまた、彼女はたくさん英語を教えてくれます。で彼女の英語の説明はすごく私にとって分かりやすいです。見せる。ただこれは彼女が全部英語で私に説明して書いてくれたカードです。例えば、May I use have some more water? お水おかわりください。Can I please take to go? お持ち帰りお願いします。それからハムスって知ってる人？
知らないでしょ。それは、ひよこ豆をペーストしたものです。で、なんで会話にハムスなんか出てきたのか疑問ですよね。それは、ケリーと一緒にグリークタウンに出かけたからです。で、ギリシャ料理を一緒に食べたからです。羨ましがらないでね。で、それは私にとって素晴らしい経験になりました。で、私も含め日本人の人はほとんどギリシャ料理について知らないと思います。なので本当におすすめです。それからちなみにルークも一押しなんで、要チェギラ。で、とにかくこの物語はまだ終わってなくて、私たちはまだ連絡を取ってるし、さまざまなことについて語り合ってます。そして、OSL のプログラムは日本人のシャイな性格からの脱皮と、正しい英語をカナダの人と話せるようになるためのきっかけ作りだと私は考えています。しかし私はもともとシャイな性格ではないため、このことはすでにできていました。なので私の目標は何人かのカナダ人と密に連絡を取り合って仲を深めていくことです。そうすることによって自然とカナダの文化やカナダの文化を学んだり、意義のある経験を得られると思うからです。 Thank you for listening. On the spot language. What's your story?